告知です。6回裏バガブーズ、ランナー2、3塁、しかも2塁ランナーはあのジョンソン。このピンチにワンポイントリリーフ特知の登場です。ヘイ特知、ミーの前をランナーで塞ぐアイディア、爪が甘かったな。三塁の宮間はいつだって死ねる。ふん、お前らの作戦はただの悪あがきだ。宮間は死ねない。そしてお前は二塁に閉じ込められて腐って死ね。宮間が死ねない？バカな。初球ホームスチールすればどうしたって刺すだろう。宮間、走れ。さあここはどう抑えるか特知。あっと宮間走った。宮間を殺しに来やがった。特知投げた。デッドボール。デッドボール、デッドボールです。バッター木之内は一塁へ、そしてランナー宮間三塁へ戻ります。あの野郎わざと。なるほど。デッドボールなら確かに宮間は死ねない。だがこれでは何の解決にもならん。どうすんだよ、ノーアウト満塁でピンチが広がっただけじゃねえか。まだ続きがあんだよ。あ？おーライト、ちょっとこっち来い。センターもレフトもだ。おっと、なんでしょうか。特知、外野を呼びましたね、カニダさん。スチールに備えての打ち合わせちゃうやろうかね。おいおい、今さら打ち合わせしたって遅いんだよ。勘違いすんな。こいつらを呼んだのはれっきとしたシフト変更さ。今からこいつらにも内野を守らせる。え？はあ？はあ？究極の前進守備、名付けて9人内野だ。これは驚きです。なんと特知、9人で内野を守ると宣言しました。特知、舐めてんのか貴様。おい、何考えてんだよ。これがあの顔面入れ墨野郎を封じ込める方法なんだよ。ジョンソンの足を封じる条件は2つ。奴の前にランナーを置くこと、それとスコアを2アウトにすること。そこでこの9人内野、内野ゴロであればどこへ転がってもゲッツーになる。言い換えれば、内野ゴロを打った時点で奴の足が死ぬってことさ。ガラ空きの外野はどうするんだ。そうだ、平凡なフライで走者一掃じゃねえか。バカだなこいつ。一発外野に飛ばされただけで何億の負けになると思ってるんだ。バカげてる。そうかね。俺さ、沖縄にいた時ずっとワンナウツって掛け野球やってたんだけどさ。あ、ルールは簡単。ピッチャーとバッターの殺勝負。バッターはフォアボールかデッドボールを選ぶか、内野のラインの外に打球をバウンドさせれば勝ち。ところがだ、俺は500回もの勝負をしたんだが、誰一人として俺から外野フライを打ったやつはいねえんだよ。さあ、前代未聞の9人内野の守備、大丈夫かリカオンズ。
なあいつ追い詰められてやけくそになってんじゃないのかな。特殊はそんなことをするやつじゃありませんよ。確かにこれはジョンソン封じに有効なシフトです。見てください、このシフトによって前進守備のセンターが二塁ベースにぴったりついているためジョンソンはリードできません。これによってまずジョンソンを二塁に釘付けにし、特殊は打者との勝負に専念できます。ストライク。さらに勝ち負けを明確にすることによってバッターに心理的プレッシャーを与える。外野に飛んだら打者の勝ち、内野に転がればゲッツー、おまけにジョンソンの足は封じられてしまう。それ何がプレッシャーなの。例えば長さ10メートル幅50センチの平均台を渡れと言われれば普通は余裕で渡れますよね。でも同じ平均台が高さ100メートルの2つの崖の間に渡してあったとしたら、これ渡れますか。無理。そうです、まず体がすくんで渡ることはできません。それは平均台からの落下が死を意味するというプレッシャーのためです。これと同じことでただ誰もいない外野に打つだけなら簡単なことですが、もし失敗すれば全てが終わると意識してしまったら、内野ゴロはダメだ、俺一人でこのチャンスを潰しちまう。浅くてもとにかく外野に打ち上げる。ストライク。三島のやつ体がすくんでる。いいか、これじゃ完全に特殊のペースだ。焦るな、当たり損ねでもいいんだ、外野にさえ飛ばせば。外野が遠い。おい、遊び玉はなしだ、次決めに行くぞ。三島打った打球は特殊の足元をかすめて二遊間を、いや抜けない、センター近藤ホームへ送球、アウト、すかさずファースト、アウト、ダブルプレー。セカンド、いやセンターゴロといえばいいのでしょうか。特殊この場面を理想的なゲッツーで抑えました。バガブーズたちまちツーアウト。これではジョンソンの足も活かせません。結局次のバッターは三振、特殊はノーアウト満塁のピンチを切り抜けた。そして特殊の策によって今一人の男が沼にはまった。底なしの深い闇の中に特殊はそれを見逃さない。沼にはまったやつは確実に仕留める、それが俺の流儀だ。試合は8回表まで双方無得点。そしてあっと当たった、特殊またも気のうちにデッドボール。なめたんのかこら。6回裏と同じだ、ノーアウト満塁、二塁ランナーにはジョンソン、バッターは三島、そしてさあリカオンズ、またも9人内野の体勢です。今日のバガブーズのオーダー完全に裏目やな。あ、と言いますと蟹田さん、白岡監督は特殊の右打者への足元投げを嫌ってジョンソンの後に左打者を並べた。けどその結果特殊投案の時に回ってくるのは長打力のない打者ばっかや。ああなるほど、内野ゴロを狙う特殊にとってはまさに好都合というわけですね。今まで俺たちは特殊とジョンソンの戦いにばかり気を取られていたが、特殊はジョンソンなど最初から眼中になく、実はその上白岡監督の頭脳を粉砕しようとしてるんじゃないのか。このままじゃまた奴のペースだ。
そうだ、低回転。やつの低回転ボールに山を。低回転に山を張る。落ちてくるボールのさらに下を叩いて外野に飛ばす。お前の考えてることは手に取るようにわかる。だがせいぜいサードあたりへのライナー止まりだ。あーっと、三島の打球はレフトくるみ沢へのライナー。取ってサードベースを踏んでゲッツー。6回と同じく、またも特地のシナリオ通り。ここまで俺の戦術をコケにされたのは初めてだ。チッ、このヘボバッターが。オーナー、今のプレイで特地がこの3連戦で取ったアウトは12です。はあ、つまり昨日特地の失点で生じた10億のペナルティは帳消し、逆に我々が2億の負け。のやられました。奴は自分の失策を絡め、あえてノーアウト満塁の状態でマウンドに上がり、ゲッツーを取ることでアウト数を稼いでいたんです。試合は0対0のまま9回裏、ここで先頭打者のマディソンが三塁打。バガブーズはいきなりさよならのチャンス。ピッチャー徳内。出た、8回裏の攻防。その興奮冷めやらぬうち、またも徳地が登板です。さあ徳地、ミットをグラブに変えるため一旦ベンチに戻ります。バガブーズは潜在一流のチャンスやね。今までと違って打線が本来のクリーンナップ、長打力のある打者へ回る場面や。それだけに内野ゴロで打ち取ることは困難ちゅうことやね。ここで終わらせてやる。あの徳地くん、今めっちゃめちゃピンチなんですけど、ここを乗り切るいいアイディアはね。ねえよ。やっぱり、まあ1点取られたらジエンドだし、守りやすい満塁策を取るつもりだけどな。え、満塁策ってまさか急にないや。当然だ。バカンバカンバカバカン。徳地、急にないやはジョンソンが塁に出ている時だけじゃないのか。向こうもそう思ってるんだろうな。え、だからこそ急にないやなんだよ。ん、大丈夫ね、大丈夫なの。外野に打ち上げられない自信はあるよ。だがここから実質上位打線だからな、強いゴロで内野を抜かれることもあるかもな。何、マジ、どうすればいい。知らねえよ、それを考えるのが監督の仕事だろう。まあ普通に考えれば9人内野だから、外野3人を控えの内野手に変えれば、内野の守備固めってやつ。お、守備固め。あーっと敬遠です。特地、続くバッターも歩かせて次の朝倉と勝負だ。大した度胸や。今日8番の朝倉は強打者やで。おっと、ここで三原監督出てきました。どうやら外野手3人を控えの内野手と交代です。ということは9人内野だ。お口、なんとこの場面も9人内野で乗り切る気です。おい朝倉。はい。余計なことを考えるな。雑念を捨ててとにかく来た球を叩くんだ。監督、低回転だか高回転だか知りませんが、あんなボール全然怖くない。朝倉。もう一度言う、無になれ。なんだ監督、妙に慎重になってやがんな。よ、あんたノーアウト満塁だからってずいぶんのんきに構えてんな。ああ、そうさ、お前なんかヘとも思ってねえのさ。お前死ぬな、間違いなく。そんな考えじゃ確実にゲッツーだ。おざえてろ。つくづくのんきなやつだ。
この場でゲッツー食らう重さが全然分かってねえ。ああ、お前がもしゲッツーになればノーアウト満塁がツーアウト二三塁に変わる。そうなったら俺は迷わず次の9番打者を敬遠するぜ。なぜなら次のバッターはジョンソンだからな。ジョンソンに9人内野を破るヒッティングはできない。せっかくのチャンスはパー。要するにお前のゲッツーはトリプルプレーに等しいということだ。俺のゲッツーは実質的なトリプルプレー。ストライク。今のが低回転ボールか。空振りしてよかったぜ。引っ掛けてたらトリプルだ。引っ掛けちゃダメだ。ボールの下を叩かなきゃ。ストライク。朝倉、ストレートを空振りです。今度は高回転。くそ、裏をかかれた。次はなんだ。低回転か高回転か。いや、普通なシムだからここは外してくる。いや、そのまた裏を変えて次は勝負球。ストライク。バッターアウト。朝倉見逃しの三振。バカが、あれほど余計なことを考えるなと。すみません。まあいい、ゲッツーよりマシだ。信じられないです。大した変化じゃないのに。変化そのものが問題じゃない。問題は奴が打者の狙いをことごとく読み外してくるということだ。お前が仮にピッチャーなら投げる球種をいつ決める？サイン交換してボールを握った時です。そう、普通はモーション開始の時点で投げる球種は決まっている。だが奴はモーションが始まってリリースの瞬間まで何を投げるか先延ばしにしている。全く同じストレートの握り方で意図的にボールの回転をコントロールできるからこそ可能なテクニック。それが奴の強みだ。打者の様子をギリギリまで観察し投げる瞬間球種を決断するってことは、打者が山を張れば張るほどその裏をかかれるってことだ。ストライク。つくづく恐ろしい男だよ。その上タチが悪いのは。ストライク。バッターアウト。言葉で打者を惑わせ余計なことを考えさせてしまうことさ。さあバガブーズ、ツーアウト満塁。バッター1番に帰ってジョンソン。こうなったら一か八か思いっきり振るしか。走塁とバントを取ったらお前はただの置物だな。ストライク。バッターアウト。ジョンソン三球三振。なんと得知、このピンチをわずか9球で切り抜けた。 Oh no! Shit! スコアは依然0-0。このカード初の延長戦突入です。落胆するな、気持ちを切り替えんか。まだだ、まだ勝負がついたわけじゃない。ナイスピッチング。すげえぞ徳地。お前最高だ。素晴らしい。いや素晴らしい。こんなに三振取れちゃうなら守備固め必要なかったね。そんなことねえよ。いい？ん？この時誰一人知らなかったあの守備固めの本当の意味を。そしてこの試合の凄まじい結末の行方も。